介護の仕事は奥が深いです。だから面白いので一緒にやりましょう。生まれて育った環境にもうその場におじいちゃんとおばあちゃんがいたんですよ。うん、なので、なんかそのおじいちゃん、お年寄りがいる環境が当たり前で、で、そこからもうやっぱり介護をするっていう流れが家の中に当たり前にあったので、それが自然と将来のやりたいことの 選択肢に介護の仕事が入ったきっかけかなっては思ってます私の母親と父親も結構もう年がいってるのでどっちかというと仕事でも介護しながらもうあと少しで親の方もかなっていうところがあるんですよでそうなってもう最近は特になんですけどやっぱそう身近に介護がある意味違うところから身近になってきたので で私がそこで介護支援専門医を取ったので親としてはやっぱりちょっと心強いって思ってもらえてるみたいでそれはまたこう仕事とは別で良かったなって思うところではあります。